停止した。スネーク、核の発射は阻止できたようだ。ヒュイ、ノーラとは。いや、 BBS は目標のレーダー探知を継続中。 DSP 衛星に異常なし。信頼度依然高い。統合参謀本部議長、国防長官代理官、NMCC に到着しました。ピースウォーカーは駆動系が損傷しただけだ。データ送信回線はまだ生きてる。ソ連の ICBM 1500機、北極点を通過。確定目標地域は合衆国西部。デフコンを2に ICBM の発射を準備。どうすれば止まる。ピースウォーカーは完全な自立システムだ。これまでスネークが戦った他のマシンとは違う。全ての指揮権は大脳部分であるママルポットにある。ママルを止めないと。私も停止コードは知らないの。コールドマンしか。スネーク、ママルポットの方の AI を破壊するんだ。ママルポットは頭脳、内壁の強度はシェルター並みの設計だ。何なら破壊できる。核爆弾なら。ふざけんな。ふざけてない。こいつの装甲は核戦争を想定した設計なんだ。大統領とはつながらない。私たちが報復攻撃の判断を。それはできない。私には人類を滅ぼすような真似はできん。大統領に判断を仰ぐべきだろう。もう猶予はありません。決定を。ペンタゴンに直接伝えるしかない。今お前たちが見てるのは存在しない核だと。つなげるか。権限継承主義に縛られる必要はない。みんなで地獄へ落ちよう。着弾まで12分です。覚悟を決めましょう。やばいぞ、コールドマンの読みは外れた。彼らは撃つ気だ。機体に外傷が多い。圧力が加えられたらご意圧。機体を湖に落とす。水圧でわずかな隙間からでも浸水するだろう。 AI ポッドは精密機器の塊だ。接触部が漂とすれば信号は止まる。機体の重さはおよそ500トン。無理だ。こいつをどうやって動かす。電話回線をつなげ。接近中のマーブ、弾頭分割を確認。残り時間更新、あと11分。緊急電話です。大統領か。いえ。誰だ。それが。誰なんだ。ビッグボスと名乗っています。ビッグボス。つなげ。議長、要点だけ言う。今すぐソ連への報復を中止しろ。なんだと。そちらのレーダー反応は全て偽物だ。核は実際には発射されてはいない。なぜわかる。ある実験に使われた偽装データがそちらに漏れた。レーダーに映ってるのはその実在しないミサイルだ。それが嘘ならあと10分で我々はおしまいだ。報復しなければさらに多くの国民が。その実験は CIA 中米支局長が立案し実行した。では彼を電話口に出せ。あいにく支局長は死んだ。彼のフルネームなら言える。交換手へのコード認証だけでは不十分だ。貴様が本人である証拠は。あんたがビッグボスの称号を知っているということは、俺がジョンソン大統領からビッグボスの称号を得たとき、おそらくあんたもその式典のあの部屋にいた可能性がある。ああ、いたと思う。もう待てん。何をざれ言と。ちょっと待て。続きを聞こう。それで。俺はあの時 CIA 長官に握手を求められ、その握手を拒否した。あの部屋での表彰は極秘事項だ。あの現場にいたごく少数しか知らない事実だ。そんな男のざれ言は放っておけ。待ってくれ。なぜ君は彼の握手を拒否した。何に忠を尽くすべきか、それが分かったからだ。みんな聞け、ソ連からのミサイルは嘘だ。何。なぜこの男を信じる。そうです、敵の妨害工作かも。いや、彼は間違いなくあの時のビッグボスだ。どうしてそう言える。あの時長官の横で彼の行動を見ていた当時の陸軍参謀総長は私なんだ。助かったよビッグボス。こちらは警戒を解除する。感謝します。電話ではなんだが、今度会ったら握手をしてくれ。何をしている。ダメだ、解除はさせない。くそ、グズゼットマガー。
待て。ジャック開いた。彼女が呼んでいる。ママルを破壊すれば偽装データも止まる。彼女を止めて。うん、今飛び込んだけどどうやってね。あのままならあのままならなんかママレポにガゴってゴーってなるよね。あれどうやって飛び込んだんだ。どんだけジャンプしたんだ。映画の仕様だよ。映画の仕様。スネークどんだけジャンプ力あんの。ビャーン。すごいな。ね。普通あのままだったらそのママレポにも到達しないでさ、ね、足にぶつかって終わるよ。ガン。チーン。チーン。待っていたわ、スネーク。ずっとあなたの誕生、成長、そして今日の決着を。ボス。人間だから壮大的な敵でしかない。私の命。お前が前に体を。前を育てて鍛え上げていく。私とお前が戦い合うためにしたのではない。我々の技術は仲間同士を傷つけるためにあるのではない。では敵とは何だ。時間には関与しない絶対的な敵とは。そんな敵は地球上には存在しない。なぜなら敵はいつも同じ人間だからだ。相対的な敵でしかない。世界は一つになるべきだ。賢者たちを再び統合する。私は自分の技術をそこに投入する。大佐の資金をもとにそれを実現する。かつてのコブラ部隊の中には彼らと産む家族がいる。子供は産めないはず。私には家族がいる。なんかさ、ボスが言ってるか正しいか正しいかなんかよくわかんない。まあそりゃ人間ですから。うん、うんって思うところが親とか思うところが結構。うわぁ、ノイズが混ざってきた。演習率言い出したんですけど。演習率は合ってない。そう、全然合ってない。そこで間違えて。3.25 が話せない。1音じゃない。あ、だだだ。お前も間違えてる。あかん、あかん。まあ大丈夫、普段は間違ってないから。は引き抜いて置いたら、およそさんこれだけ引き抜いて置いたら、あるかもしれない。あ、まあ、全部、ケースの。いや、これ、しまう場所ないし。敵はだ。あれだよ、あれ。なんか、天気見学の、あれらしいよ。名所らしいよ。いや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 、まだ俺。練習率およそ3って。フィニッシュ。全部抜いちゃいました。あ、は？あと3本結構残ってる。俺あと4、5個あと3本だった。え、お茶さんは？俺も3本。俺無駄な動き最初に繰り返したからね。1、2、2、3みたいな。もう5、6個は残ってたね。あ、クソ、全部抜きたかったのに。さすが。俺最初から移動したから。そうそう、あれね、俺もあれ丸ボタン連打してると勝手に移動しちゃうからね。あそこ覚えてないけどね。タイムアタックのために止まった。そんな、偽装データの送信はママルを迂回しているのか。銃を下ろせ。冷静にならんか。世界が、地球が滅ぶかもしれんのだぞ。なぜだ。俺にはわからない。答えろ、教えてくれ。答えろ、ボスだ。あと6分です。そうだ、権限は私にある。報復を開始する。やめろ、世界が終わってしまう。何でもいい、
やられたまま死ぬのは負け犬だ。家族が死に、この国が滅ぶのなら、それも道連れだ。これで分かったろ。抑止力など夢の産物だったんだ。なぜだ、なぜ止まらない。大脳が損傷しても生命活動が続くことがある。ボスのママルの仕業じゃない。むしろもっと原始的な部分、ママルの意志がレプタイルに流れ込んでいる。バカだ、止めろ。何としてもこいつを止めろ。やっぱスネーかっこいいね。うん、かっこいいよ。しかし今の叫び声がさ、若干さ、尾が上がったり下がったりしたのは。さすが大塚さんだよ。そして俺のバーテンデューがそこをつきた。あかん、俺も半分を切っている。とっくにとっくに飲み干した。あかんな、とっくに飲み干したんですけど。あれ、こんなにのんびりとクリア時間とかムービー見てたのに S ランクやったね。そしてさ、あんだけめちゃくちゃ抜いても何も取れない。静かに行こう、びっくりびっくりびっくりに英雄の魂が込められるようになりました。そう、このびっくりの数で性能が変わってくるっていうまさかの展開だからね。てかさ、静かじゃなくない？静かに行こうって言ってんのに X ランクスマークどんだけつけてブラックスターみたいな。これ何だっけ、次は何だっけ。次はそう、多分ね。あれ、ソウルイーター読んでる？え、いや、あのアニメでちょっとだけ知ってるってぐらい。あー、なんだ、だからほとんど見ないから全然わかんないけど、人物名がちょっと言えるかな、言えないかな程度。主人公の名前はソウルでよかったんだっけ。うん、もう一人はそう、マーカー。偽装データの送信を止めてくれ。あ、もう言ってんの。マカちゃん、舞台ですよって。本でバン、しかも出血してっからね、あれ。本来死ぬよ。いや、やっぱり4人だと。でもこれ突っ立てていいんだよ、本当は。そう、自由に好きな撃ちたい武器を撃ってみなみたいな感じ。何それ。いや、本当は突っ立ってクリアになっちゃうんだよ、これ一定時間だと。もう覚えてないんで。誰かさ、電磁波照射弾とか人間パチンコとか持ってる人いない。何それ。無駄に死んでどうすんだよ。銃しか持ってねえ。なんで。あ、間違えた、逆だよ。ゴムしか持ってないんで。まあいいけどさ、立てだけ終わるさ、ミッションで何無駄に死ぬの。ゴムだけ、人間パチンコ。ゴムだけ。誰か支柱持ってない？持ってない。はぁ、あ、惜しい。よし、適当にジャフグレード投げるから妨害するからね。てか、MSX さん、さっきから聞いてる？そのさ、立ってるだけで終わるさ、ミッションでさ、なぜ死ななきゃなんないの？あれって死ぬでしょ。別に意味がない。立ってるだけで終わるのに。撃ち体重が大してる。そしてまだですか、撃ち体重がある。 MSF さんになっちゃった。今 M って言った。今 MS さんって言っちゃった。ああ、撃ちたいのがあんまり見当たらない。 MSM って聞こえた。これミッションって言うのかな。わからん。いや、でも本当はあれ、これさ、あの、そんなこと知らなかったら撃ち続けるから。そう、あと足とかオイル漏れるから一回やってみたら。俺途中でさ、あ、無意味だなって思って やめといて。うん、これやってて、あ、これ俺とにかく打ち続けるよ、念のため。これ無意味だなって思って途中から画面見てないから、うん、俺も無意味だなとは思った途中で。そしてまた途中からね、漫画読んでたから。ソウルイーターどこだっけ、あったとか言って。では持った瞬間終わったからなんだみたいな。ただこれクリアランクもクリアタイムもあれ、武器熟練度プラスも友情度プラスもエイドプラスもないから。マジで何のためにやるのかいまいち分かんない。まあいいじゃん。まあ徹底的に動かなくなったガラクタのようになったピースオーカーをボコボコにするっていう。核弾頭発射のとことかミサイルポットとか落ちるからね。てかさっき演習率およそ3とか言ってやんの。ああ、ひどいわあれ。もう終わってるよね。ね、逆に3までわかるんだみたいな。うん。およそ2とか言い出してる。もう終わったなみたいな。およそ0とか言ったらもう終わり。もっと笑うことだ。ダメだ、早くなんとかしないと。
あ、やっぱこの時はみんな白いオーディングだ。とにかく壊れた。遊びだもんこれ。が耐えない。誰無限パンダは。俺もやってるけど、俺みんなに持ってない。これでめっちゃ溢れとるよ。2人かい。てかさ、なんか血みたいに見えるちょっと嫌なんだよ。あ、俺と思った、これ血みたいな。オイルだけどさ。てかある意味ザボスをフルボコにしてるんだな、これ。そういうことね。体のあれ一部が取れてるのね。みたいなことが壊してる。つまり腕とか破壊してる。すげえなぁ。ロハンドだ。すごいな。よし、くれねぇ。これ遊び、遊びでいいよ。いいよ、なんだろうよ。ジャックの負けよ。やってるか。俺もちゃんと、僕とお前ら危ないと思った。いいよ。死んでも、ね、あの先されんよ。知恵砲撃。グレネード大量に投げてる俺。立て続けに投げてる。よし、俺は C4 までの足に設置していくしよ。遊ばれてるよ。俺徹底的にさ、ポットに向かってさ、グレネード投げまくって投げる。もはやエジモン。俺ポットにはミサイル撃ったのね。ひでえ。じゃあ俺もポットに C4 までの投げて。ない。痛い。え、ごめん。いいけどさ。そう。いや、尽きないグレネード。もうそれで動けない。このところしか近づけない。いや、もうこの問題。ヘイ、ファイヤー。ファイヤー。最後にチャフ投げた。全部わかんねえやった。ほぼいじめミッション。ね。うがうがうがずっとなんか。そう、悲惨な声を聞きながら。ね、ちょっとなんか引いたけどね、俺やってて自分自身でこれひどくないかっていう。最初やった時はまあ真剣に言ってたよ俺は。こういう場面でさ、スネークが不在なけん。俺、いるけど。あ、そうか、そっちはいるんだよね。え、でもこっち。こっち誰もいないって言うと。来たー、これ。来たー、これ。これ、手形だったら怖いよな。結構これ。バン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 。最初見たわ、それ。
声は。何？なんだ？この歌は。これはモス。なぜだ。ゴーストインザマシン。止めるために自らを沈めるというの？見ろ。機能代償だ。人間の損傷した大脳が時間とともに回復することがある。脳の他の部分が失われた機能をカバーするんだ。ママルもレプタイルも人間の脳を模して作られている。アセンブルで一つの脳になったことで機能代償が可能になった。彼女の記憶が残っていた。これが彼女の答えなの？この歌が。これは明らかに論理的思考ではない。頭ではなく心。これが彼女が選んだ最後なのね。ザ・ボスの潔白が証明された。スネーク、聞こえるか？ボスの歌が。よかった。あなたは本当に見たのね。宇宙から戦う以外の美しさを。最後に自分から銃を捨てたのね。初めて歌うことを選んだのね。聞こえるはず。みんなにも残るはず。彼女の意志が。それが全てを捨ててまでも彼女が求めたもの。そしてやはり叶わなかったもの。そうでしょう。それでも歌うしかないのね。平和はどこにも存在しない。だからこそ願うしかないのね。平和という幻想を。ビッグボス万能してないのかな。さあ今明らかにしてたよね。確かに。でもこの後の話でつけてね。確かに。いやこうやった後に、あ労働画面がピースマークになってるというところ。てかさ、こういうのを見て臭いとかいう人いるじゃん。ああそういう人たちの方に限って中二病だよね。そういう人たちの方が。そういう人もはや道徳の心がないんじゃないの。うん、悲しいよね。ね。わあ終わった。過去棒読み。いやだってあ終わったーだよね本当。終わったー。終わったーだよねあくまで。ああいえ終わったーって感じよ。もうちょっと喜ぼう。俺も今棒読みだったな。やっほー。ちょっと拍手でもなんかしない？拍手でもなんか。あ、俺それ食いたい。食いたい。スネークじゃん、マジ。あのさ、味は。あのさ、スマブラの時みたいにこう拍手とかしようぜ。え？
スマブラの時みたいな拍手とかしよう。後ろ向きに拍手するのがスネークみたいな。ゼヨって言っちゃったな、また。みたいな。最悪だ。ゼヨ。くそ。机に頭をぶちつけたいぐらい、今恥ずかしい。さっき足くじいたかな。今自信がなくてもっていうかさ、目がなくてもっていう。怖い。怖い。目がなくても歌を歌うと確かにできるけどさ、汗。そしてその後の静けさ。ねえ。あんまりここでは語ることがない。てかさ、この最後のシーンが良すぎてさ、最初やった時、うん、ゼック。感動したね、これ。そう、感動するよ、これは。うん。俺、あの、メタルギア、これで初めてやったけど、ああ結構感動した。で、いいっしょ、いいよ。いいっしょ。メタギアってほんと素晴らしいって思う、そういうとこ。まさに、コジマ is God! そう、コジマ is God だよ、ほんと。お前、あの、例のあれ言ったら、あの、謝れよ。ああ、あれ言わねえよ。あれ事故だろ。全力でそれ。陳列がないに値くるんじゃないか。あ、伊藤計画氏に次ぐ。そうなんだよ。あのね、あの伊藤計画って人ね、あの、メタギア4のね、オベライズ書いた人でね、うん、すっごいね、そう、なんかね、小島さん本来私的な関係をあまり作りたくないっていう立場にいるらしいんだけど、うん、それでもなんか、なっちゃった的なぐらいに、そう、すごい人で、メタギア好きな人でね。で、メタギア4を書いて次にピースウォーカーを書いてもらおうっていう話をしてたんだって。ああ、その時に伊藤計画さんが死んじゃってっていうところで次になってんだと思う。へえ。俺そこら辺知らないからさ。いや俺も最近知ったことでさ。てかこのさ、あのてか俺もこれ買ったのが、これが初の春っていうのがさ、ちょっとネウロで言うね。そうそう、俺それ思ったんだよ。春電子春。うん、いや、もろそうじゃん。電人春。いや、でも、なんか自分を構築せよ。自分、私の名前だっけ、自分の名前だっけ。え、私ではあいつ有名、私の名前は電人春ってやつさ、セリフね。うん、なんかさ、でもなんかヒュイとか頭いいから納得はアウターヘブンに続く。ね。いやで、じゃあ例のあれやろうぜ。オッケー、いいけど飛ばしちゃうんだね、そこは。何が？その中間の話はどうす、っていうか出しようにも出せない。最悪俺がやってもいいけど、どうする？どうやってもいいって。あれ俺かなり遅いぞ。またえ？いや、いいよ、飛ばしても。いや、じゃあ飛ばしちゃって。え、俺かなり遅いんだけど、今やっとキャスト流れてる。あ、マジで？俺も今キャストだよ、ちょうど。よくわかんないところまで行って。スタッフ、おー、ザボス演出調整小島秀夫。ね、今さ、小島すごい。あ、すごい残念な気持ちだ今俺。一昔前の芸人が出てきた。何ゲーザボスが上の方にいたね。うん、ジエンドも見たんだけど、そうだね、ジエンドもこれあるんで、なきゃいけんよ、これ。ジエンドって、あれ、メタギアスリーに出てきたね、ギリースーツの狙撃兵。あれじゃ、なんか4人のうちの1人でしょ。4人だっけ、光合成する人。そう、光合成するんだよ。何に、何それ。コブラ部隊、さっきのザボスに言った。そう、コブラ部隊のある。そう、光合成っていう。え、人だよね。そう、人だよ。え、肌緑なの。軽く緑、まあ、ちょっと緑っぽくなっちゃってる。超老人じゃない。多分体はひどいことになってる。そう、優に100歳超えてるんだよ。うん、なのにいつもあの車椅子乗ってんのに戦う時に限って元気みたいな。で、もしなスネーク車でずっと寝て待機っていう。で、時は来たかっつって起きるっていう。びっくり。ジエンドすごいよ。しかもそう、狙撃のレベルはとても高い。すげえな。てかさ、そこまで生きてるのってやっぱその体のためなの。高校生はできる体なわけ。そう、まあ、キモは確かにそういう分あるんだけど。納得いく。何歳だろうな。え、100オーバーとしか聞いたことがない。ごめん、マイク出した。いや大丈夫、サビに入る前だったから。いや、ここの音声カットじゃない。え、カットしない方がいいな。え、逆にこれ困るんじゃない。いや、これ見せられても困る。そう、いやでもこれ残念だよ。うん、いや音声カット、音声カットしない。個人的にはあんまり音声カットしない方がいいと思う。俺もだってこのスタッフロール見たって普通だし。
現にさ、最初の俺の実況のスーパーマリオサンシャイン結構あのシンプルシリーズか、それもどうかと思った。そう、でもそれも良くない、またゲーム、まあ、ゲーム重視っていうのも分かるんだけどね。その終わってさ、ザ・エンドとか出てからさ、音声入れてとかさ、まあ、あれだ、ここまで決まらない、ボーカロイド、動画のさ、大半が決まりあると思うんだ。しかも、そうか、そこ潰した。せっかくある実況ってことでさ、見てくれてる人がさ、今一人以上いるわけなんだから、その人たちにもまあ会話を楽しんでもらうか、うん、じっくりこっちを見てるなら俺らの話を無視して聞いてくれればいいかなと思う。じゃあさ、あのこれやった感想をみんなそれぞれ言わない。いや、俺言ったよ、感想的には。まあ、いや、俺もそれ以外に、またショウさんが絶句したの。感動すぎた。わかる、その絶句とか感動したとか、もうわかるわ、めちゃくちゃ。やっぱメタギアは、じゃあ、アニメ選手さんとか。もはやそのただ合わせてそれ以上の感動を覚えたとでも言えばよいか、どんだけ感動の時に、うん、てかもうしかもさ曲もいいよね、この曲、そうそうそう、終わり方のね、この曲選曲が、もう選曲としてもメタギア用の音楽だよね。てか俺この曲聴くためだけにこのミッションめっちゃやったことあるよ、マジで。だか確かこれあれなんだよ、あのインターネットからのダウンロードでね、ウォークマンに入ったような気がする、うん、あ確かに、ね、確かに、ね、あれ俺インターネット関係の話が、ね、全然できないから何だろうさ、確かそう、あと恋の抑止力も入る、うん、で恋の抑止力をデート中に流すとあれ二人とも踊ってくれる、踊るっつうかまああれ数はエアギターえどうや、分からん、見たことない。それあの例のミッションに出たの、えあのミッションなの、そう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 、ウォークマンからね、どうやって数入ってくるの、その間に介入してくる、え、何のこと、えデート中の話だよ、何カズとデートかパスとデートか、どっちもそう、どっちかでそう流せばいい、え、いやどっちにしてもカズが出てくるわけ、あ、いや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 それはない、あ、そうだよね、びっくりした、俺完全にさ、あの二人だけなのにさ、カズがいきなりシュン出たよ、出たよ、お、カズみたいな乗りパターン来た、何者ってびっくりで、パスは確かそう、なんかね、そうボーカルみたいになってカズがエアギターするみたいな話を聞いたことがある、うーん、お、そしてマウンテンデュー出てきた、素晴らしい、いつもあのドリトスとかさ、そういうのさ、そう買ってくるたびテンションが上がるんだわ、電撃、ファミツー、ボンカレー、ただユニクロとかアックスとはあんまり縁がないところが残念、ユニクロあれでしょ、確か限定だ、限定でしょ、 T シャツは、あ、そう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 、らしいよ、すげえかね、お、え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 、限定で、すごい感じ、ユニクロって結構いろんなゲームとさコラボしてるよね、確かにモンハン、そう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 、まあでもメタゲーにねコラボしたの正解だよ、てかモンハンもコラボしてるしね、これ最もあれでね、総合効果でね、サードと、え、これどっち、何が、いや今のかっこいい歌どっち、何が、どっち、1つ目2つ目今流れてたやつで、この曲、うん、今の曲は3つ目、そしてどこから出てきたアメリカ民謡の森の熊さん、森の熊さんね、プーヤンミッションだよ、あ、そうなの、プーヤンミッションで流れるよ、すげえな、腹立つえ、あれ森の熊さん流れてたっけ、おう、どんだけやってないか、どんだけプ、どんだけメタゲーやってなかった、興味ないな、前、前回ぐらいにラグナさんと一緒にやったんだ、プーヤン、そうでしょ、流れたでしょ、で、大半全部ラグナさんに持っていかれたっていう、うん、だろうね、プーヤミッションって2人以上で行ったの正直何のためなのか分かんない、本当だよ、それでもう暇だから肉焼いてたら、あ、それいいな、スネーク、まだここにいたのか、さあ、帰ろう、俺はもう戻らない、え、断ち切れたよ、スネーク、まさか、迷いは断ち切れた、何を言ってるんだスネーク、俺は間違っていた、みんなはお前を待ってるんだぞボス、俺は彼女に裏切られた、なんだって、彼女は最後に銃を捨てた、あの時彼女はそれまでの人生を、俺を含む全てを否定した、どういうことなんだ、彼女は命を差し出すことで軍人としての全てを放棄した、それが裏切りだと、俺は彼女とは違う選択をする、俺は
彼女とは違う未来を生きる。スマシャ。ああ、そうだ。今日から俺はビッグボスだ。このビッグボスラーがかっこよくて鳥肌だった。わかる。今ビッグボスラーって聞こえてる。ボスこの野郎。ボスラー。マザーベスレポートなんだけど。え、俺もうマザーベスレポートだ。早い早い早い。俺今やっと黄色になったんだけど。ミッション出撃します。ピースウォーカーって。よし、じゃあ例のあれあるか。例のあれ。いや、ピースウォーカーでやっと黄色になったところだったね。つかこれ元に戻る。で、なんかさ、あのさ、いきなりさ、こうなるとさ、すごい問題提起みたいなのがさあれですけど、そこら辺はうまく語ってください。俺が